You're listening to Shibuya Cross FM. みなさまこんばんは。5月4日水曜日、渋谷クロス FM サテライトスタジオよりお送りさせていただいております。重松さと子のキラックス、代役を今日務めますデトックス国立店チーフマネージャーの小林です。よろしくお願いします。さあ皆様、ゴールデンウィークどう過ごしでしょうか。そして今日先生から VTR をいただいております。 VTR お願いします。どうぞ。はい、渋谷クロス FM をご覧の皆様こんばんは、重松です。今日も元気いっぱいやっていきましょう。重松さと子のキャークスなんですけれども、今日私残念ながらスタジオに行くことができません。今日はうちの国立店のチーフマネージャーの小林が皆様をナビゲートさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。さあ、そしてですね、私の方から新しいお話と発表というか、発表で聞いてきたやつなんですけれども、皆様に以前よりお伝えしていたビタミン D の有用性についてお話ししてきましたが、新しいのが出てきました。ですね、ちょっと女性の方限定の話になったら非常に申し訳ないんですけれども、以前はビタミン D のことの有用性について、くる病のことを使ってお話を皆さんにさせていただきました。なんですけれども、今一番紫外線が多くて UV ケアというので、皆さん UV を塗られてると思うんですけれども、どうやらその UV が子宮に対してのデメリットがあるというので発表をなさっていました。じゃあそれ塗ってるやつをどうしたらいいのということなんですが、これに対抗して頑張ってくれるのが、やはり炎症を抑えてくれるビタミン D でございます。 ABCD の D でございます。なのでこちらをお召し上がりいただいたり摂取していただければ、体の中で子宮をやられないように、そして他の部位もそうですよね、炎症を起こさないように頑張ってくれるんですが、これが厄介で、血液検査でも分かるんですよ、自分がどれぐらい自分で生成できるかっていうこと。だけどこれが人によっておぎゃーと生まれた時から自分が2000、3000、5000とこう それぞれ個々違うんですね、自分がどれだけ生成できるか。なのでこれを血液検査で調べればもちろんいいんですけれども、もしそれが大変だった人、大変だなとかいけないなとかっていう方は、ビタミン D を頑張って摂取していただいて、それが1万 IU という数字までいければ炎症を抑えることができるそうです。それは東大病院の方でもやって、もう何年も前からビタミン D の有用性というのは話されております。なのでこれは決して軽んじないで、もうそろそろ始めても、いろんなことでももう間違いなく炎症を抑えてくれるのでよろしいんじゃないかなと思います。ですね、一番自然のものでお召し上がりいただくもので D が含有されて豊富なのは鮭なんですね。でもよく1年こう出てくる鮭の切り身っていうのは 40IU というグラムというか、その摂取量になります。そうすると1万 IU というのにほど遠いです。なので他にも多いっていうとキクラゲなんですが、それ以下になります含有量が。なのでもしあれでしたらば、サプリメントとか上手に使いながら、できるだけ鮭とかに自然のものも取りながら、足りない分を D とかサプリメントで補っていただくのがもしかしたらいいのかもしれません。ゴールデンウィーク真っ只中ですが、皆様元気よく過ごしてくださいね。応援してます。それではスタジオのなるちゃんに戻します。なるちゃん頑張ってねー。はい、先生ありがとうございます。先生の顔が見れてちょっと安心しました。それでは本日の1曲目に参ります。アンダープレイヤーさんでタイムマシンです。どうぞ。昔映画で見たようなトリップを君と二人で自由に感じたい。この不思議な感覚伝えるから手を取って飛ぼうよ。照れくさいけど運命の行く末を見に行きましょう。だけどそれはとっておきの楽しみに飛んでおこう。Kiss me, kiss 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 me, kiss
愛を覗いたことで僕たちが夢を無駄だと感じちゃ意味がない。だから運命なんかに縛られず自由に知れます里子のキラックス、一人でも言っちゃいます。ありがとうございます。そしてジューンブライトの季節が近づいてまいりましたね。ご参列される方が花嫁様を見る中で必ず見られるのが背中、うなじ、二の腕と言われております。確かに私も友人の結婚式に行った時に必ず見ます。あとは職業柄他のラインもまあ見ますけども。そして花嫁さんといえばパッチリお目目、きらめくお肌、美しいバックスタイルからのブーケトス、憧れます。さあ憧れます。先生はどう思いますか。先生、何がジューンブライトじゃ、私に聞いてどうすんのよ。いやまあでもね、あの気にしてる人は気にしてるし、ジューンブライドのそのジューンブライドっていうかね、花嫁さんになる前の支度っていうのはまあ当然承っていますけれども、確かにね思うよ、お安いじゃないですか。で贅沢なねラインナップをグラグジュアリーにね受けれて、結果が出るからやっぱりそれをやりたい、やってこう一緒に一度のところを楽しみたいっていうのはね当然皆さん思うところなんですよ。ただねこれをなるじゃん、わかるよ、一生に一度だし、だけど私たちの年齢でもやっぱりやりたいよね。そこのところはやっぱちょっとなるちゃん組んでほしいな。じゃあ私の年齢でジュンブライドのお支度のやつやってください、コースやってくださいって言いづらいよね。そりゃそうじゃないですか。なのでなんか名前を変えたいとかって言いとくてもまあわかりづらいよね。じゃあとりあえず花嫁だけのものじゃないっていう形にすれば分かりやすいんと違うの？なのでそういった形にして楽しんでいただければもうそれでうちとしてはもう全然いいです。なのでジュンブライドを迎える方とかそれ以降にこうね支度で準備を整えている方、それはもちろん今まで通りご案内します。だけどこれすごく贅沢な材料を使っていて裏メニューだったんですけれども、みんなこのコロナで疲れてません？やっぱり楽しみたいじゃないですか、せっかくだったら。で変な規制とかももう今かかってないですし、なのでせっかく楽しんで自分を取り戻してこうもう一個前を向いて、しかも上を向いて楽しんでいただきたいって思ってるので、奈々ちゃんそこのとこをちょっと一つ組んでいただけたら嬉しいのと、価格もジュンブライドさんたちと同じような価格で、もしくはもうちょっとサービスして出してほしい。みんな疲れてるから、そこのところはもう私からも町の人たちのためにも何かできること頑張ろうっていうふうに決めてたとこだったので、少しお値段を下げてご案内してほしい。そしてどうかな、他の作業と違って特別な商材とかを使ってるので、ある程度はちょっとうちの特別なやつで使ってるので、あまり内容は詳しくはお伝えできないんですけれども、企業秘密なんであれなんですけれども、なるちゃん仕上がった感じとか使った後のテクチャーってなるちゃんはどう思った、どんな風だったか、ぜひ聞かせてください。はい先生、私が先生にやっていただいた時にはお肌がツルツルになって、まず肌のトーンがワントーン上がって超絶嬉しかったです。そして写真映えもすると思います。映えですよ、映え大事ですよね。香りも良くてツルツル感があって、しばらくそのツルツル感がしかも持続したんですよ。いやこれがめちゃくちゃ嬉しかったです。
この感動を皆様にもご体感していただきたく、今回は先生からも許可が下りたので裏メニューなんですが、今回のみ特別で出させていただきます。内容が1つ目、ルルックスという、まず手から肘までを美容液の入ったソルトで優しくマッサージをして肌のトーンをワントーン上げさせていただきます。2つ目、デコルテですね。胸の上、腕の上、背中の上のところにオイルをつけさせていただいてトリートメントさせていただきます。そして3つ目、フェイシャルです。ハンドマッサージで行っていきます。終わった後パックをしてお仕上げをします。この内容で、いや先生が特別価格でって言ったんで、8500円に消費税で行こうと思います。先生いいですか？先生、まあ大体そんなこったろうと思いましたよ。なるちゃん、お店をどうするつもり？ここんとこ言っときますけど、こんな芸人さん専門いたな、その人じゃないですけど、泣くよあれがあるのかなと思っても、先生ハンカチじゃなくてタオルを持ってきたよ。で、なるちゃん、ですね、私の年齢になるとね、材料費でたくさんのそのいいものを入れるときにドカッとこうね、大きなお金で入れるじゃないですか。でもね、もう30何年ローンとか組めないんですよ、この年ね。だからなんていうんですか、もうなるちゃんがこうしてあげたいっていう気持ちもすんごい痛いほどわかるんだけど、お店の存続も関わるからね、だからそこのとこちょっと電卓も叩いてね、よく考えて価格出してね。なのでもう一回考えてみんなと話し合ってやった方がいいのかなとも思うんですけども、なんちゃんいつももう先生言っちゃったもんねとかって言うじゃないですか。言ったらそれはダメですよ、やんなきゃダメなんですけども、もしあんまり破格でびっくりするような価格で言ってるんだったら、人数を何人までとか決めてください。じゃないとお店の存続に関わるので、そこのとこだけね、いつもこうグー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 とこう来てますから、そこのとこだからお願いだから組んでください。じゃあそこのとこ考えた上でよろしくお願いします。スタジオに戻します。頑張ってね。では皆さんも元気で。はい、これは先生から OK をいただいたと私は思ってます。いいんですよね先生、 OK と思っていいんですよね。なのでこれの今さっき言ったこの価格でいきたいと思います。そして人数ですよね。いやーこれ以上先生に何か後で言われるのが怖いんで、5名と行きたいところなんですけども、やっぱり元気よく皆様に笑顔になっていただきたいので、私もうちょっと体を張って、デトックスが今度15周年に向けて走り抜こう、向かっていこうにちなんで15名にさせていただこうと思います。先生言っちゃったんで、あと一緒にお願いします。そして興味のある方はこちらまでご連絡ください。お電話番号が 080-4463-0333。 もう一度言います。お電話番号が 080-4463-0333 です。こちらまでお願いいたします。それでは本日の2曲目、夏美さんで星のメロディーです。どうぞ。光る君の名前。
今日は先生の代役小林が送る5月の風水パチ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 。そしてガーデニングがお好きな方、本日より土曜明けです。やっとお庭いじりができますね。そうです、土地のパワーが強いので、ここまででお出かけされた方、大地に触れた方は塩風呂などで清めてください。特に南西方向のガーデニングをしてしまった方は、みそぎをするか神社での方位除けを行ってください。これからのゴールデンウィークを楽しむ方への吉報をお伝えさせていただきます。そしてすいません、本日は呼び名を一部省略させていただきます。一泊さん、東南が二重丸です。ここから次からがすべて丸になります。時刻さん、東、東南、南、西。三碧さん、東南。四六さん、東、西。五王さん、東、東南、南、西。六泊さん、北。七石さん、北。八泊さん、東、東南、南、西。九子さん、東になります。皆様にとって素敵な日になりますように。明日は生姜湯、生姜ぶ、柏餅を食べてください。すいません、噛んじゃいました。あとは勝負の湯に入ってください。お願いします。そして本日はお便りをいただいております。重松さん、小林さん、こんばんは。こんばんは。デトックスさんのホームページやホットペッパーを見ました。口コミが常に上位ランクにいらっしゃるので驚いています。秘訣を教えてください。ペンネームアミナババアさんからいただいております。ありがとうございます。そしてただかつては口コミの評価がお店の雰囲気のところだけが低いことがありました。それを上げたく去年お店の店内のリニューアルをいたしました。そこからは雰囲気の評価も上がりました。先生ありがとうございます。あとはスタッフ一同が同じ方向、同じ目標に向かっているのが大切だと思います。だいぶ前の話になるんですが、先生がキネシオテーピング協会の名誉会長に頼まれて研究をしていた特殊テーピングがあるんですが、何十人、そしてそれを何ヶ月にもわたってデータを取らせていただいておりました。貼っていただいた方々からは変化を感じ、喜びの声をたくさんいただいたのですが、キネシオテーピングの出費、あの材料費ですね、出費が多く、テーピングをするのにその方のサイズを測ってから切って貼るので時間がかかってすごく大変でした。ただその当時いたスタッフ皆がお客様の笑顔のために、そして先生の研究のために、そしてキネシオテーピング協会の名誉会長のためにという思いがあったからこそ、全スタッフで無事にやり遂げられた出来事だと思います。そのお店によって雰囲気、スタンスは違うと思うんですが、みんなが同じ目標に向かって行えたら、おのずとお店や職場の雰囲気も良くなるのではないでしょうか。これでちゃんと回答になってるかあれですけども、よかったら参考にしてください。そして本日の3曲目、ルシアさんでパーティーチューンです。どうぞ。Such a spot for fucking slum makes me free for a port. All up back on this DJ. Psycho no party tune を今日ぐらい楽しもうよ。自由に Oh yeah. Party, party tonight. Let's go out now. Party, party tonight. Come on, everybody tonight. Party.
はい、そして今日は先生がいないので私何話そうかなっていろいろ悩んだんですけども、私先生のもとで弟子をさせていただいて10年目になります。これからも頑張ります。そして先生は常に研究をし続けて常に走り続けている方です。新しい商品、新しい機械をお店で取り入れる際も納得いくまで研究してからお客様にお出しするように先生はしております。それは私が入社してから今も変わらずずっと行ってます。そして機械によって使い方、体への当て方の良い箇所、悪い箇所、違いがございます。使い方はとても大切です。今では自宅のホームケアとしてできる商品が次々にどんどん世の中に出てきていると思うんですけども、なんて言うんでしょう、それでも当ててはいけない近畿に当ててしまった時、じゃあどうすればいいのかっていうのところまで先生は研究をして、お体を、自分の体を使っていつも研究されている方です。そんな先生の熱心さはすごくすごく尊敬しているんですけども、熱心なあまりご自身の睡眠時間を削ってまで行っちゃうんです、先生。ただ先生、これお客様、皆様を代弁してここで一個言わせてください。これからも先生の施術を必要とする方は多いです。だから先生、あんまり無理なさらないでください。どうかお願いいたします。そして私、先生と出会って私の人生は180度変わったなって思います。私の人生を変えてくれた方です。皆様は人生を変えてくださった方はいらっしゃいますか？私、先生のもとで弟子として門を叩いた時に、何もエステとかリラクのこと何にも一切知らなくて、一から指導していただきました。たくさん困らしたこともあると思います。でも先生はそんな時でもどんな時でも常にそばに寄り添ってくださいました。その時に先生から言われた言葉を胸にいつも奮い立つことも多かったんですけども、怖がらずに行ってこい、何かあったら私がいるから大丈夫、この3つを言われて何度も何度も救われました。もちろん厳しく注意されたり指摘されたこともたくさんあります。その時はしょぼーんとしてしまったり、失礼な態度を取ってしまったこともあると思います。先生、その時はすいません。でも必ずとある時に、あ、先生がこの指摘してくださった意味ってこの日のためにあったんだなって気づかされることが、やっぱり年数を重ねることにどん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 増えてきたなって思います。あと私がキネシオテーピングの一番上の資格を取って、初めて講師として人前に立って教壇した時にも、先生ご自身の休みの日だったにもかかわらず、わざわざその会場まで来ていただいて、私をそばでずっと見届けてくださいました。でその後私、講座が終わってすごい緊張しいなので、緊張のあまり終わって安心して泣いちゃったんです。すごい恥ずかしいんですけども、で泣いてしまった時も笑いながら先生は一緒に泣いて、よく頑張ったと言っていただいたんです。なんかその言葉をつい最近ふと思い出して、あー先生っていいな、やっぱり素敵だなっていうのが私の最近思っているところです。で先生のようになりたくて頑張って走っているんですが、まだまだ追いつくには時間がかかりそうですね。でも頑張ります。私はめげません。皆様も共に走り続けてみませんか？そして久しぶりに恩師とか先生方に連絡を取ってみたりして、あの時はこうだったけど今こんな頑張ってますっていう姿をぜひとも恩師の方に見せてあげてください。そうするともしかしたらおのずと恩師の方もほっこりして、なんて言うんでしょう、私もまた明日から一から襟を正して頑張ろうと思う気持ちになると思います。なのでこれを機会に皆様もぜひとも連絡を取ってみてください。そして本日の4曲目に参ります。ラチエンブラザーズさんで君へです。どうぞ。なんて
た。ボロボロになりながら、ダメになりそうになりながら、君はここに立ってる、僕は願ってる、明日君が笑えますように。きっと掴めるよその光を、そう信じて歩いてきたんだろう。陰で泣いて何度も転んで、それでもまた立ち上がり、きっと掴めるよその光を、そのまま歩いて行けばいいんだよ。僕は知ってる、僕は知ってるよ、頑張ってる君を。打つ手が見つからない、そんな日もあって、別にいいんだって、うまくゆくことばかりじゃない。ポロポロと流した涙、悔しくて片唇、今までの全てが君を作ってる、明日君は笑って、きっと掴めるよその光を、そう信じて歩いてきたんだろう。階段のてっぺんで両手を上げて、笑っている君が見える。きっと掴めるよその光を、そのまま歩いて行けばいいんだよ。一人じゃない、僕らがいる、掴めるよその光を、そう信じて歩いてきたんだろう。陰で泣いて何度も転んで、それでもまた立ち上がり、きっと掴めるよその光を、そのまま歩いて行けばいいんだよ。僕は知ってる、僕は知ってるよ、とてもとてもいい曲だなと思って、うまく緊張をほぐしつつ聴いていたんですけども、途中からさあ何話そうかな、何話そうかなって考えてまして、そしたらじゃあ今日はちょっと恥ずかしながら自分のことを話してみようかなと、そんなことに言ってもいいのかなとちょっと緊張もしてるんですけども、そしてじゃあ私がなぜこんなに頑張れるのかっていう話をしようかなと思います。私が頑張れるのは推しがいるからです。どの方にも推してる方っていらっしゃると思います。その中でも私はずっとその推しの方を中学生の頃からずっとずっと好きで、今もなお変わらず推し続けてます。ライブにも行ってますし、握手会にも行かせていただいております。推しと握手を初めてした時があるんですけども、なんて言うんですか、推しと手と手が触れ合って、目と目が見つめ合った瞬間に、もう私の気持ちはなんか最高潮に達しまして、
なんて言うんでしょう、いつもドームツアーの時とかも何々ってすごい叫べてしまう私なんですけども、なんて言うんでしょう、もうすごい近い頻度にいるのに緊張のあまり全然声が出なくて、あのなるって言ってくださいみたいな、すごいちっちゃい声になって相手もうんうんって言われてしまうような、でその後にはいお時間ですってこうマネージャーさんにお背中を押されてしまって、はあ、全然何も喋れなかったと思っていた時に、推しがもう一回こう何ですか、手をギュッと握ってくださって、君は何て言って欲しかったのって、時間が押してるんですよ、時間が押しているのに、そのもう一回私の何て言ったのってこう聞き返してくださった時に、もうあ、私は彼を推し続けてよかったなって心から心底思いました。そしてなんて言うんでしょう、その握手会の後は地に足がつかないってあるんだなっていうのを思いまして、もうその後1時間ぐらいはもうなんか足めちゃくちゃ軽かったです、もうリンパであんな一瞬でできるのかなって思っちゃうぐらいめちゃくちゃ軽かったです。いや恥ずかしいですね。そしてライブでも一番前の席がなんと当たったことがあるんです。もうその瞬間神様ありがとうって心から本当叫びました。でその時にすみません、これ自分の勝手なあれなんですけども、いつもライブに行ってる時にどうして一番前の方ってなんでアピールしないの、手挙げないのって思っていたんですけども、一番前になって初めて分かったんです。もうなんて言うんですか、大好きな方、推しの方が間近にいすぎるあまり、緊張のあまり、あ、人って固まるって本当にあるんだなって私すごくすごく思ったんです。いやーびっくりしましたね。もうなんて言うんでしょう、こう滴る汗すらがもうダイヤモンドのように輝いて美しいなと思いました。もう自意識過剰と言われてもいいんです。なんて言うんでしょう、こう推しがこうこっちを向いてくれたってどの方もあると思うんです。いや私みたいのがあると思うんですけども、自意識過剰と言われたとしても、私も目が合った時、手を振り返してくれた時は私だってやっぱ思っちゃいます。でもそれでもその人のために明日も頑張って働いて、またこのライブに行きたい、またこの握手会に行けるようにしたいって思うので、日々仕事を頑張って続けております。そして私は推しが歌い続けてくださる限り、私も応援をもちろんやめずに続けようと思ってます。そのためになんて言うんでしょう、もちろん仕事も頑張る中で、私の中でずっとずっと恥ずかしながらちっちゃな夢がありまして、入った当時から先生にもおっしゃってるんですけども、いつかその推しの担当になりたい。それはこうお仕事でなんて言うんでしょう、こう生態と言いますか、そういうのでもいいんで一度は携わってみたいなっていうのをいつも思ってます。それが私が入社してすぐに実はお問い合わせが来たらしいんです。先生に言われ来てるよ、どうするって、で今ここで断ったらもう次は二度と来ないかもしれないよ、どうするって言われたことが入って1年目2年目ぐらいの時にあったんですけども、どうしようかなって、本音を言えばそりゃ行きたい、ただ自分仕事まだまだ何もできない、ほんとフットマッサージか背中のオイルリンパトリートメントしかできない、この2つだけで何しに行くんだと、推しに失礼なことはしたくないって私思ったので、泣く泣く本当はいや行きたい、喉から手が出るほど行きたい、急いで技を無理やり押し込んで覚えていけばいけるかなとも思ったんですけども、いや、やっぱり失礼なことはしたくないと思って、今その当時、いや先生私はいけないです、まだちゃんと技術を学んでから、そしていつかもう二度と来ないと言われてはいますけども、いつかもしくは来た時に、その時は先生行ってきます、私頑張ってきますって言えるように、これからもいろいろと技術を学んでいこうかなと思っております。そしてなんて言うんでしょう、今日たまたまタワーレコードさんですかを通ってきた時に、推しのグループのなんか展示会かなんかがやってたみたいで、それがたまたまその前をこう歩いて通ってきたんですけども、
ライブの DVD が流れてたんです。もうこれは私を応援してくれると勝手に自我自分で思って、もうすいません、何を思ったか、緊張をほぐしたかったのかなんだかわかんないんですけども、そのライブ DVD を一人でその画面でずっと見てました。ちょっと恥ずかしいですが、ここでカミングアウトさせていただきます。ただもう推しが出た瞬間は本当はわーって飛び跳ねたくなるような感じだったんですけども、さすがにいや次この後生放送が待ってる、いやいや落ち着け自分落ち着けと思って、一生懸命こうなんて言うんでしょう、こう平然を装いながら、でもちょっとだいぶ何十分間にわたってずっと静かに目視をしながら、本当はその展示会も行きたかったんですけども、あのチケット制っていうのをすみません知らずだったの でそれを知ったのも本当私恥ずかしながら数日前に友人の SNS で知ったので、あもう無理だろうと思ったんですけども、ちょうどこの生放送の前にあの仲のいい友人から連絡来まして、あ何お前もそこいたのって、俺今日見に来てるよって、当日でもチケット余ってたよって言われたんですね。行けたのってちょっと思っちゃったんですけども、私はやっぱこのコロナ禍っていうのがあるので、もうちょっと自粛して、あのコロナ禍が明けたら堂々とあの見に行きたいなと思うので、あの今はもうちょっと我慢しようかなと思ってます。そして本日の5曲目に参ります。ザ・マルチーズさんでスパゲッティです。どうぞ。確かめたくて
そしてなんとお便りをいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。休日出勤のお昼休み中にメールをさせていただいております。なるちゃん、今日は緊張しているかもしれないけど、深く深呼吸をして落ち着いてやればきっと大丈夫だよ。今日乗り越えたら今後のなるちゃんの人生の糧になること間違いないと思います。最近お顔を見てお話しすることができていませんが、いつもあなたのこと見守っているつもりでいますよ。応援してるからね、頑張れ。ウティン様よりいただきました。ありがとうございます。もう超超緊張ですよ。もうどうします。はい。そして久しぶりに、私本当久しぶりに電車で渋谷の街に来たんですけども、あまりにも変わっていて正直びっくりしました。もうなんて言うんでしょう、あれ、私ここまでたどり着けるかなってちょっと心配だったんですけども、そこは昔やっぱ学生時代、もう女子高生時代にだいぶ通い詰めたので、やっぱ土地勘はなんとなく残っているものですね。ただ最近お客様に聞いてびっくりしたんですけども、女子高生の時のあのソックスの違いで年齢がわかるねってお客様と話になりまして、例えばなんて言うんでしょう、こう目上、いやそんなこと言ったらあれなんですけども、目上の方だとあのルーズソックス時代っていうのがあったみたいです。で、私はすいません、すごい狭きあの紺素時代、紺色のソックスを履いていた時代のものになるんですけども、そしてその後にくるぶしソックスっていうのが流行って、あ、どんどんこうなんていうんですか、おしゃれって年代によって分かれてくるんだなと思いきや、最近またなんかルーズソックスが来てるよっていうのを若いお客様から聞いて、え、もうついに年代が分かんなくなる、そしてあれ、私だけもう年齢完全にバレちゃうみたいな感じで今思ってるんですけども、紺色ソックスの時代もいつか来るかなとちょっと期待を、淡い期待を抱いております。そしてメイクも、私の時代はもう何ですか、もうマスカラとかつけま時代のパチパチお目目の時代だったんですけども、今の子たちをなんて言うんでしょう、アイシャドウの色味とかそういうのでメイクを、なんでマスカラとかは今二度塗りなんてもう全然ですよっていうのを言われて、あ、自分もいよいよ年齢を感じることが多々増えたなと思っております。そしてこれ以上年齢がバレてしまう前に、そろそろお時間が来ておりますので、本日のシレマサトコのキラックスは本日はここまでとさせていただきます。来月もどうぞよろしくお願いいたします。先生、来月はよろしくお願いします。